おはようございます。釣り子 TV です。これねえ、なんだかわかりますか？結構ね、久しぶりのこんな感じじゃないかなと思うんですけど、まあここに書いてありますよね、モンスターキスね。実はこれこんな短いんだけども、結構ね、強めの竿がこの中に入っているんです。自分もね、ちょっと初めてのタイプの竿なんで、どんな感じかなっていうことで、早速ね、開けていきたいと思います。まずね、概要で説明すると、モンスターキスなんで、こういったコンパクトロッドに非常に強いメーカーっていうことで、で、まあこういう大きさなんで、なんというかですね、こう、まあ、リュックサックであるとか、あとはまあ海外に行く時のその、ちょっとした小さなスーツケースとかにすっぽりと収まる、そういうね、便利なね、サイズに姉妹寸法がね、設定されているっていうことで、まあ、この感じだったらね、本当リュックとかに入れてね、持っていけちゃうなっていうところと、あとはね、こういう感じで送られてくるんですよね。これがね、メジャーシートになっていて、なおかつこうくるくるっとやるとこのロッドを守ってくれるね、優れたシート、ね、これ広げるとメジャーになっちゃうんですけども、で、まあ、ロッドも守ってくれるで、郵送の時なんかもこうやってこのままをね、送られてくるんですよ、ね、非常に、エコじゃないですか。ということで、アイデア満載のモンスターキスのロッドを開けていきたいと思います。じゃあね、早速開けてみようと思うんですけど、まあ養生テープで止まっているので、どっから開けようかな。これは出るかな。で、中身はこんな感じで、じゃあさらにどんどん出していきますね。はい、こんな感じのね、袋。あー、自分の買っていた頃のやつにはこういった袋はなかったかな。ちょっと違う感じの袋でしたけど、早速じゃあ開けていきます。はい、あねえ、綺麗にね、セクションごとにね、袋に入っていますね。はい、こんな感じ。次数は1,2,3,4、あと5,6、ここはねグリップ部分だと思うんですけど、ブランクス部分が、4本ですね。これを継いでいくとある竿が完成するっていうことですね。じゃあまずね、こちらを取っていきます。あ、グリップ部分ですね。あ、いいなこれ。自分ね、この感じのグリップ部分はね、持っていないので、ここら辺をね、組み替えることによって他の手持ちの竿とね、互換性がね、あるので、このグリップがね、いろんな、モードにできるっていうことで、でかっこいいなこれ、モンスターキス。ちょっとね、自分がよく買っていた頃の感じとね、ちょっと雰囲気が変わってますね。で、ここが思ったより長いなってね。じゃあ続いてこちらのグリップパーツを見ていきます。はい、これで出せるかな。あー、こうきましたね。はい、スピニングモデルですね。で、ですね、ここがこう組めるわけですね。わー、あ、いいなーこれ。しっかりとここのね、つなぎしろが大きいんで、で、このグリップは持っていないなー。で、細かいところを見ていくとですね、ここに圧縮コルクが使われていたり、でここはあのダブルロックですね。こうスピニングが不意に緩まないように、こっちで締めて、さらにこっちでも締める、ね、
こら辺にも専用のメタルパーツが使われていて、でパッとこれね太くて丈夫そうですね。はい、このパーツがあって、じゃあ次はこちらですね。面白いですね。どんどんね組んでいくことにこの竿の全貌が見えてくるということで、はい、次のセクションはこうですね。ディアモンスターね、ディアモンスターからスプリングモデルがね出るなんてね、ほんとね、自分ねベイトばっかりなんで、はい、こう組まれました。だいぶ長くなってきましたね。じゃあどんどんいきますよ。はい、じゃあこちらのセクションを組んでいきますね。こちらのセクションはですね、ガイドが2個だ、いかちいガイドがね、元祖開業ロットって感じですからね。スピニングだけどこのヘビーデューティーなガイドね、これはねいろいろ狙えちゃうなっていう作りですよね。はい、こちらのセクションをついて、はい、まあね、どんどんねついていきますね。あとねパーツは2つ、よいしょ、はい、こちらをついで、おお見てください、だいぶ長くなってできましたよ、ね、で、最後ティップ部分ですね、よいしょ、うわー、これもねスピニングモデルなんですけど、嬉しいですね。この先端の方までダブルフットが使われていて、でこのトップガイドですよ、これ、ね、でかいでしょう、ね、これはね、あのリーダーの抜けとかも良さそうですね。いろんなラインのね仕様にねぴったり合いそうってことで、ティップ部分をついて、はい、完成しました。あ、強っ、わあ、全体にパワーみなぎってますよこれ。はい、じゃじゃーん、これね何かっていうと、ディアモンスターのですね、これがですね MXQS って言ってね 8.6 フィートのスピニングなんですね。でもね、ディアモンスターシリーズの名前がついているからね、もうそのパワー折り紙付きっていうことで、結構ね重めのルアーまでねいけちゃうっていうことで、これスピニングなんですけど、確かね 120g ぐらいまでね投げれちゃうのかな。なんて言ったってバット部分がこんな太くて、でティップ部分もね非常に張りがあって、かといってねこう巻物とかの仕様にはね適した感じの、ちょっとね入る設定なんですよね。いやー、さっきの姉妹寸法からちょっと想像つかないでしょ、こんな大きさになるなんてね。ここもね、ほんとグリップ部分もね結構力込めて投げられそうな、ここがねロングに設定されてるんで、無理なくね重めの、ルアーを投げれるんじゃないかなっていうことで、で改めて見ていくと、まずグリップ部分がこう分かれて、でねどん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 こう継ぎ竿なんで、これをねばらしていくと、はい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 
てください。こんなになっちゃった。この姉妹寸法でそれでもって100グラム近くまでね投げれるハイパワースピニングロッド、なかなかないですよね。どんな時かっていうと、まあ、この城シーズンにねベイトタックルでもちろんね、大きなルアー投げるこの城、まあ、シーバスゲームなんか面白いんですけども、そういった時にスピニングでね、さらに、まあ、スピニングならではのこの、抜けの良さっていうかね、投げやすさを使って大きめのルアーを大遠投スピニングでできちゃう、こういう使い方とかいいなっていうところと、あと、まあ、餌釣りなんかで使う時もこのスピニングが使えるっていうのはね非常に武器になるので、そうですね、まあ、例えばぶっこみ釣りでこう玉を狙ったりですとか、まあ、ちょっとしたこのね 8.6 フィートまで伸びれるっていうね特性を考えれば、結構ね餌釣りでも何か狙いたいなんて時もね、ぜひもんで役に立つんじゃないかなっていうことで、まああとは最近はですねルアーの大型化が非常に進んでいるので、ジョイクロとかをどこでも投げたいよとかね、ジョイクロを、もう一個先のなんていうかね潮目に送り込みたいとか、そういった時にねこのハイパワースピニングってのありそうでなかなかないスペックなんで、これはね役に立つんじゃないかな、ね、ということで、今ねつなげて、またバラしてみましたけども、ディアモンスターシリーズのねハイパワースピニングロッド、ね、MX の QS、ね、これまたちょっとついてますけどね、まあ、先端までねダブルフットがねついてるスピニングっていう時点であんまりないと思うんですけど、まあほんとね思いのまで投げたい時投げれるよっていうね、そういうスピニングってありそうでないんで、これは気になってる人はねまだねちょっとこれ開封してつけたりね外したりしてるだけですけど、これはこういうの欲しかったって人ねほんと多いんじゃないかなと思うんでね、はい、改めて継いでみましたけどもどうでしょうか。ディアモンスターってこのね次のところがね本当、まあ、ガイドをね、ガセットされていたりして、なんか組んだ時にねマルチピースロットなのになんかね使ってるとマルチピース感がないんですね。これ本当不思議な使用感なんで、まあ今ねディアモンスターから始まって本当各社からいろいろなねこういった便利なマルチピースロットって増えてますけども、まあ元祖って言ってもいいんじゃないですかね。マルチピースのもはや老舗がこさえたなかなか他にはないスペックの釣竿、これはねぜひね皆さんね気になってる人は、まあモンスターキスのねホームページとかブログ見るとね事細かにねいろいろねどういうコンセプトで作ったかとかね見ることができるんでチェックしてみてください。いやーこれは面白い竿だな、なかなかないですよ。ちょっと今ねもう一回外してますけども、なか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 、はいね、で、まあこうバラしたらこれね基本的にはこう便利なまずは袋に入れてシーッと閉めて、さっきのコツロットがこの中に入ってるんですよ、ね、いや不思議ですねやっぱこういうのねなんかやってもね。で、これだけだと心配だよっていう人はこの送られてくるときにねついてるこのメジャーシート、これでくるんでやると、はいこれでもあとはリュックとかに放り込めばどこでもね便利に釣りができちゃうね。まあ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 何本も何本も持ってるんでね、改めてになりますけども、
モンスターキスのこういったコンセプトね、ぜひ気になってる人は、ネットとか、あとは最近は結構釣り具屋でもね、マニアックスとかね、結構モンスターキスのねロットとか取り扱ってるんで、まあ、気になる人はそういった、まあ、ちょっと数は少ないかもしれないですけども、取扱店でね触ってみるか、 あとはその、詳細にいろいろなね冒険譚が載っている、ブログとかねホームページを見て自分のお気に入りのモデルを探すか、そんな感じになってくると思います。はい、というわけで、本日の釣り4 TV はこちら、モンスターキスのですね、スピニングのゴーザオ、MX の、QS、これをね、開封してみたよって、こういった動画でした。はい、釣り4 TV でした。また会おうぜ。